やめろ、安倍はやめろ、安倍はここに来い、安倍はここに来い、安倍はここに来い、安倍党は頑張れ、野党は頑張れ、野党は頑張れ、野党は頑張れ、んだ国民が言うことを聞かせるな、国民が言うことを聞かせるな、この法案をね、このまま通して、やっぱり日本国民が戦争に出ていって、まあ、正義の戦争だと言いながらね、出て行って戦争に加担してしまうと、やっぱり外国の人を殺してしまうこともあるし、そういうのにはやっぱりね、反対していきたいと思います。民主主義をやっぱり民主主義というのはお互いに身につけていくもんなんで、なんかこう出来上がってるもんじゃないんで、今も民主主義は十分ではないと思います。だけどもそれをさらにもっと悪くしていく、極端にね。